それじゃあ平方根について続きを考えておきます。1年生の頃にね、おそらく P という線を書いて真ん中に、まあ今回は真ん中じゃないですけど0があって1があって2があってっていう数直線っていうのを書いたと思います。ね、いいですかね。で、今回はそこにルートの数っていうのがどう関係してるかっていう話をしましょう。前回やったと思いますけど1の平方根は1とマイナス1ですよね。2乗して1になるもの、2乗して1になる、1とマイナス1。でも別の書き方をするとそう、ただ何にあれをつければ2乗してなるものになる数だったんだよね。そう、ルート1とマイナスルート1ということだ。だからこれとこれは一緒っていうことなんですよね。っていうことは、はい、1のところに実はルートの1ってのがいるということです。これとこれは同じ数。ね、一応書いておこうか。1はルート1と同じだよということです。あれ ?4 の平方根なんだっけ ?4 の平方根は、そう、2乗して4になるものだから、2とマイナス2だったね。でもこれってあの書き方でも書けるんだよね。そう、ただ単にルートをつけただけ、マイナス、あ、ルート4とマイナスルートの4というふうになるんだね。つまり2はルート4と同じだということです。そう、だからこの2のところにはルートの4が入るわけ。前回さ、平方根ルートの2を見たと思うんだけど、大体どんな数だったか覚えてるかな。1.4 なんちゃらなんちゃらなんちゃらだったね。そう、つまりここの間には実はね、ルートの2がいてルートの3がいるわけ。つまりルートの2とルートの3は 1.何々何っていう数なんだよね。ルートの3も 1.何々何って数ってことだ。そのまま実はこれ続けていくとさ、次に綺麗な数が来るのって3じゃん。あれ3ってルートにすると何なんだろうって、もうね、考えいい人はひらめいたと思います。そうなんです、これはルートの9です。ってことは何がいるかというと、ここの2の超えたとこにはルートの5、ルートの6、ルートの7、ルートの8がいるわけです。つまりルートの5、ルートの6、ルートの7、ルート8ってのは、これは 2.ほにゃららほにゃららほにゃららの数ということです。こいつらね。というように、実は今までの数とルートの数ってのは同じ数の範囲の中にいるということがわかります。これにより、ルートの数を大小を比べたり、計算に活用したりということができるようになるわけです。